ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークの3時間、決戦に続き、記録的な猛暑が続く真夏の富士スピードウェイは、再び日なる 350km のレースとなる。そこで注目を集めるのが前回ワンツーフィニッシュを飾った日産勢だろう。24年型で日産 Z ニスモ GT5-00 へとベース車両を更新した上で、先代から最高速のアドバンテージという、美点。 もう受け継いだモデルは前回の結果が示す通り、Z はこのサーキットにうまく合わせられていると思います。と語るのは、長年にわたり NMC ・日産モータースポーツカスタマイズのエンジン開発責任者を務め、現在は車両開発全体も統括する石川裕美敦子氏だ。ただしゴールデンウィークの気候条件と灼熱の8月では全く条件が異なるのに加え、 今回ランキング2位の3号車が 60kg のサクセスウェ s ト、SW、を搭載して燃料リストリクターの1ランクダウン措置を受けエンジンの出力が絞られる上同ランク4位の23号車も 46kg と相応の重量を搭載する今回はやはり当然のことに SW が増えているのでゴールデンウィークのようにはいかないでしょうけれど それでも少し長めのレースですし予選順位で全てが決まるというのもないでしょう特に12号車 26kg24 号車 4kg はここがチャンスかなときっちり 350km を戦えれば少し上の方に上がれるチャンスは持っていると考えていますと続けた石川氏同じく今期ベースモデルをスイッチしたホンダ陣営のシビックタイプ RGT は ベース車両の形状由来となるそのロードラッグな特性から新たな直線番長を襲名するスピードを披露一方でそのデビュー当初に他を圧倒する最高速を誇ったトヨタの GR スープラは今期の開幕戦岡山そして第3戦鈴鹿でワンツーを飾った事実も示す通りその特性を大きく変化させているそんな両陣営ともに口を揃えるのが 今も続く日産 Z の直線スピードの優位性だ。それは隣の芝生で、わら、お互いに、とは思うのですが、最高速の点で Z が優位ではあるかと思っているので、それは活かしてやっていきたい。その上で、セクター3をきちんと走れるセッティングをということですね。一周のタイムのゲインでは大きいと思いますので、一方で、 前回の富士ではトップスピードの点で苦しいレース展開を強いられたトヨタ陣営 TCDTRD で開発責任者を務める佐々木貴弘氏はシーズン開発凍結の厳しい前提も踏まえつつ車両バランスの改善に取り組んできたというこの2ヶ月開発凍結によりできないことも多い中で前回の第2戦富士をもう1回振り返って見直してみて足りていなかったところの要素を抽出しています タイヤの選択もそうですし、使い方もそう、と佐々木氏。前回とは完全に気温とローンも違うので、少しまた別の景色になってしまうかもしれないですが、とにかく前回予選で厳しかったところ。最高速はタイムにも影響してきますし、エンジンもできるところはやってきています。それらがうまく機能すれば、少し、は追いつくかなと。少し、ですよ、わら。 続けるそんなトヨタ、日産、そしてホンダの各陣営ともに、年間2期目の新スペックエンジン投入のタイミングも気になるところだが、今回の第4戦金曜搬入日に確認できた範囲では、各陣営とも今後の選挙次第でずれ込む可能性はあるとしつつ、次戦の第5戦鈴鹿での刷新を計画しているという。一応今回まででという予定で 次戦で全車一斉に投入を予定していますシーズンの半分を経過したところで、今季は形式も B に変えましたし、RI4AG から RI4BG へ、そういったことも踏まえて、あまり無理をせず、壊して終わるよりは、残して調べるのも大事ですので、ここで一旦、お役ごめんとは考えています。TCD、TRD 佐々木氏。 前半に長いレースもあったので、次のレース、鈴鹿、か、その次ぐらいには入れる感じで考えています。年間の半分半分で第4戦までか、第5戦まで使うのか、そこを最終的に、どうしようかな、と思っているところです。台上ではもう少し長く使えるという確認をしているのとここまで3戦の使い方のデータ上は、 特にダメージを与えたようなことはなく使えているので、普通に行けば第5戦から変えるのがいいかな、とは思います。NMC 石川氏例年であれば、わずかに気温の下がる第6戦すごくからの年間に決め投入がセオリーとなってきた近年の GT5-00 だが、今季より新たなエンジン開発サイクルの年次を迎えた点や、前半戦に長距離イベントが続いたカレンダーの影響などで、 今回の富士 350km が1期目最後の勝負となりそうだ。